とは何ですか？産卵期のことです。マダイって一年中釣る魚なんですけど、このノッコミ期は産卵期なので大型が上がりやすいと言われている時期になります。だいたい4月から5月の中旬くらいまでですね。だけど今年はちょっと遅いみたいなので、まだ本格的にノッコミに入っているかどうかというようなことです。今日はプレノッコミになるのかな？はい、決まりました。はい、なめおくんです。ちょっと待って。なんか誘い方のコツとかってありますか？まずパッて吹いたら上からこう一緒に同調して落ちるような感じで、スーッて一緒にコマセと同調して落ちてるかなみたいな。コマセ巻いたらちょっと待って上 で一緒にこう落とすか。それでこのさっきの8メートル下から棚まで持っていくって感じですか？そうですね、ちゃんと棚まで下からって。わかりました、はい、ありがとうございます。評価とか見てたら今日はいけるっしょって思ってたんですけど、ちょっとヤバげな匂いする。ヤバい匂いするよね。ヤバい匂いめっちゃしますね。なんか周り見ててもなんかあんま魚が上がっている予感がしないというか、まだその時じゃない、地合いじゃない。天中ゼロってあんまないですから。ないよね。あ、やばい、やばい、やばい、動画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 、やばい、今思考停止してた。今日軽いね。軽いです。アジかな。なわけねえだろ、アジ。アジかな。アジじゃねえのこれ。ね、アジって。あ、マダイだ。あ、ホメちゃん。あー。これ抜けるだろ。やったー。タモいらず。マダイでーす。やりましたー。あの、これが。これが松田の春マダイだタモタモタモ。これをまず入れて置いて手繰る。おお、まあこのサイズだね今日は。やっちゃってる。大丈夫？あ、どうぞお願いします。逆にお願いします。すいません。ありがとうございます。綺麗ですけど。可愛いですかね。あ、でも綺麗綺麗。あ、ありがとうございます。本当だ、OKOK。 ありがとうございます。これが釣りました。ありがとうございます。どこ開いた、上行った、閉まったと思われます。あ、それが V 字ロックをしてエラのところにもうちょい出ます。とにかく振る。黒いからちょっと見えづらいけれども、めちゃめちゃ血出てるの分かります？出てますね。出てますね。こちら、キンキンに冷えております。冷たすぎる。こちらに入れます。ドボン。そして冷やし込む。何分ぐらいですか？あ、お、白いの出た。神経で乗せたかったのね。
腰のドヤ。お、でかいでかい。ありがとう。おー、愛してるぜ、愛。これが渾身のドヤっすね。魚の釣り方を忘れてしまったよ。もう、大丈夫ないかな。センターはもういつものことだ。あおー、いいサイズ、いいサイズやりました。なんすかこれは。これは魚ですね。ちっちゃいタイです。いや、嬉しい。お、でかい。でかいでしょ。あ、でかい。でかい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 。あ、ちょっといいサイズだ。おめでとうございます。ありがとうございます。多分これ場所ですね。いい場所、皆さんありがとうございます。ただね、ちょっと最後は今回の時は送りました。白が横に流れてるから、そしたらかかりました。
ここで抜かないですよ。ああ下がってるよ。下がっちゃダメだって。焦らせないでもらって。あこっちこっち。マジ嬉しい。あーいる。どっかからタモがいない。あ、抜き上げちゃったっす。おめでとうございます。生まれてます思いっきり。今日何匹目ですか？2匹目。これは女子かな。これはどこ見て分かるんですか？え、分かんないです。あ、分かんない、分かんない。行きましょう。泣きの一頭。優しい。うわー、トモ3ずつ。これ、ゆるい。ゆるい。いいよ。やめて。いいよ。よかったね。よかったね。今集中してます。うどでか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 いいよ。何やだよ。いや、すごくいいよ。ナイスですね。お疲れ様でした。ゆみちゃん、お疲れ様です。じゃあ、港戻ります。ありがとうございます。ジーチャーフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。